山の内地区の住民にとって地域の宝である蕎麦。晩秋に収穫した、では香りは甘みが際立ち、霜降り蕎麦とも呼ばれています。山の内自然体験交流施設、山鳩では蕎麦打ち体験が人気です。蕎麦を食わせて、蕎麦は語らんでいます。私語らんで。はい、いただきます。いただきます。うまいね。コシがあって、うん、美味しい。ちょっと太いけど。この店のあるところは標高270メートルぐらいですけども、もう少し高い、標高400から500メートルぐらいのところに、畑を作っています。朝晩の寒暖の差が激しいところがより一層甘みを増して良質なそばが取れるというようなことで、そのそばを栽培しています。そばの本来の風味、甘みはもちろんですけれども、ここから見えるですね、葉山の風景を眺めながらゆっくりした時間を過ごしていただきたいと思っています。